2017年11月7日、決戦の日は来た。日本ボクシングの聖地、後楽園ホール。この日の結末は、坂本の運命は。ジャブじゃねえ。アルゼンチン、今日はもうね、もともと吉本の芸人になった坂本がようやく金指宝石入って苦節いろいろありましたけども、ようやくタイトルマッチ、ここはね取ってほしい。取るよ。取ってほしい。本当取ってほしい。加藤さん。加藤さん。どうですか。加藤こうで。もうやっちゃってくださいよ。すっきりさせてください。じゃあこれで。メイユーの日本フェザー級王座統一戦不動摂取リングに入場です。はじめに青コーナーより暫定チャンピオン坂本大輔選手入場です。頑張れ。絶対チャンピオンになるぜ。お願いします。絶対に勝ってください。頑張れ坂本。頑張れ坂本。頑張れ。で、このタイミングで大好きなタイトルマッチで流れるっていうのは、なんか自分の人生ともやっぱりちょっと巻き込んでもらえて光栄だし、なんかあの頃バカみたいにこうカラオケで騒ぎながら歌ってたあの頃と今がしっかりつながってるんだなって思って考え深いですね。落ち着いた雰囲気で登場してきた正規王者有川選手。運命のゴングがついに鳴った。坂本選手は全力で戦ったが、有川選手の強さは尋常ではなかった。第1ラウンド、慎重な立ち上がりを見せた両者。2ラウンド目は攻める有川に盛り返す坂本。3ラウンドから壮絶な打ち合いの末、均衡が崩れ始め、4ラウンドでは有川がペースをつかんでいた。そして決着は第5ラウンド。有川のパンチで坂本は左まぶたから大量出血、ドクターストップのテクニカルノックアウト。勝者有川敏夫。坂本大輔は敗れた。お知らせいたします。ただいまなんと青コーナー坂本選手、左目の上を負傷いたしました。この傷は
赤コーナー有川選手の有効なパンチによるものです。ただプロデュースが深く試合続行不能と判断されましたので、この試合赤コーナー有川選手のテクニカルノックアウト勝ちでございます。とんでもないです。いろいろと、また頑張りました。また頑張らないです。ありがとうございます。最後でね、おしまいにするんですか。そうですね、もう引退かもしれないですけど、またそうですね、いい経験できました。本当、チャンピオンになれたし。いやでも本当、まあゆっくり考えます。あとは、狙いました。あ、ボクシングは。最高のスポーツですね。ありがとうございました。ありがとうございました。痛かった？うん、ちょっと痛かったけど大丈夫だよ。じゃあ、ね、うん、鼻ね、ちょっと痛かったけどね、大丈夫です。ごめんね、負けちゃって。また、もう終わりかもしれない。もう終わりだけど、ごめんね。ありがとう。じゃあ、おめでとう。ありがとうね。試合直後の坂本は、まだ続けたがっているように見えた。